さん、こんにちは。What are we gonna do today? We're gonna continue painting. ペイントの終わってない部分と、あとトイレの掃除。トイレの便器、便座がないので、その便座がラザダっていうオンラインサイトで買えるっていうんで、それのサイズ測りに来ました。すると、このキッチン周り、ちょっと見ていただきたいんですが、色がこう剥げてるんで、こういうウォールペーパー買ってきたんで、これをつけていって、でこれがちょっと10メーターもあるんで、余ったのを I'm thinking to put to the stair then second floor you will clean up open then carpet。じゃあ、あとは全部掃除しましょう。クリーニング、レッツゴー。 I want to paint you guys。 斜面にペイントしてもらうんですけど、今日養生テープ買ってきました。養生じゃないんですけど、テープ安いの、この間もはみ出してて、後で掃除するの大変なんで。 You want to paint1 hour later. Look at that. トイレのこのブラッシのこのここがない。Finish painter. Finish. Finish. Inside also. Yes. Okay. Let's see. Wallpaper. で台所がこうなってきてます。ゴージャスなんだけど、問題がこのセメントなんで下の部分がくっつかないんで、ここどうしようかなと考えてます。知ってる人いたらコメントください。切るしかないと思ってるんですが、どうしよう。あ！服でキッチンの窓枠は白く濡れたんで、こんな感じです。ちょっと用事を外してみよう。
まあ良くも悪くもって感じかな。こっちは完全に失敗しました。誰がすごくて、じゃあ、誰がすごくて、福イエーイ。あとはやっぱり問題はトイレのこのフラッシュ、そしてここがない、この俺、ね、洗面台はできないんじゃないかなと思ってます。僕ではトイレのフラッシュはどうにかしたいと思います。そしてこの階段とドア、次来たらやりたいと思ってるんです。この階段の左の部分、この左側を滑り台にしたいって言ったら却下されてしまいました。滑り台にしてピーって降りてきて、ここにマット引いてボーンって当たるっていうのが面白いかなと思ってたんですけど、はい、神さんにダメだと言われてしまいました。まあそんな神さんも今一生懸命台所を作ってるんで家の中で台所だけちょっとゴージャス、怪しい家になってきた。ウィーフィニッシュ。はい、今日は終わりました。キッチンだけが綺麗っていうサムシングクレイジーのオンリーキッチンもなんだ。いや、That's all you do. うん。じゃあまたそのうち来ますので、また報告します。さようなら。さようなら。あら、福。